はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、クエスです。ということでポケモンフリス3の動画撮っていきたいと思います。ということで今日はなぜかこのショップからのスタートになるんですけども、ちょっとね、ガチャを引く前に少しお話をさせていただきたいんですけども、前回じゃない、体力測定、今回の体力測定の難易度、無茶の方、皆さんね、クリアできてない方も多いと思われるんですけども、タンクとヒーラーの重要性というのが出てきたみたいですね。それでですね、自分はこの星4フレンズの正体で、まだ使ってなかったんですけど、実はね、フェネック持ってないんで、フェネックをちょっとヒーラーとしてね、迎え入れておこうかなと思います。ということでね、早速お迎えしておきましょう。でですね、今日はね、皆さんね、知ってると思いますけども、ミミちゃん女子とフルルの方、フルル間違えた、ジェーンだった、ごめん、フルルじゃなかった、ジェーンですね、の方が来てるんで、自分はジェーンを狙ってね、引いていきたいと思います。ということで、いつも通り日付が変わって、スペシャルピックアップの方も来てますけども、はい、ということでね、ステップアップ。ジェーンを狙ってステップ10まで引いていきたいと思います。ということでね、今回はだいぶお得で合計1780ですかね、あるとステップ10までいけるんですよね。でステップ3とステップ6で、倍率の方が高くなってます。ということで、動画の方長くなると思うんで早速引いていきたいと思います。ということでね、ミミちゃん助手はアタッカーな感じでしたね、見た感じで。ジェーンの方がヒーラーになってるんで、ハート？ラブリーだったかな？属性が。のヒーラーってことで、ぜひお迎えしたいなと。ま、もう可愛いのがまあね、一番なんですけど、すごくジェーンが可愛かったということでね、お迎えしに行こうと。全力でね、ステップ10まで引いていきたいと思います。できれば嫁ぎたいかな。うん。それにしてもね、部屋が寒い。あれ？これ、あ、そうか。一回ずつ戻んなきゃいけないのか。はい。まずは、ステップ1とステップ2は、あれですね、3回でしたかね。はい。サクサクと。お、白菜お嬢様。うん、いいね。で、本当にクリアしてる人の動画とかも上がってたんですけど、無茶ね。やっぱ、あと、あ、そうそうそう。タンクとヒーラーが重要っていうのもあるんですけど、ビートで、得意技の方で、クラクラを持ってるキャラクターっていうのは結構、やっぱ重要で、そうですね、キタキツネとか、まあ、持ってない人とかになってくると、星2とか星3のキャラでも確かビート得意技でクラクラ持ちのキャラが確かいたと思うんですよ。それで自分が一番おすすめなのは、育ててないんですけど、全然アメリカビーバーがすごいおすすめなんですよね。確率が中確率、確かね、アメリカビーバー以外は低確率だったんですよ。その不要率、うん、その状態以上にするね、不要率が低確率だったんですけど、おね、アメリカビーバーが中確率でクラクラにできると、得意技でね、うん、なので結構お得なんじゃないかなと、今後ね、使っていけるんじゃないかなと。まあ属性がね、もちろん有利不利があるんで、そこら辺も考えなきゃいけないんですけど、はいはいはい、サクサクっと、あれ、これ3回目だっけ。ちょっと待って、出ないね。うん、ここで、ステップ3で 0.8% だったんですけど、出ませんね、やっぱり。はい、ということで、次、ステイオンですね。はい、引いてきます。まあね、道中で出るのは期待してないです。正直、半分の確率なんで、いつものね、0.4% なんで、まあ、正直ね、道中で出るのはほぼほぼないかなと思ってます。まあね、道中で出たことあるの、ステップアップだと、ピーチパンサーだけかな。うん。あれはまあ 0.8% で、普通の確率と一緒だったんで、まあそれは出ますよねって話なんですけど、この2体セットのこのステップアップに関しては、本当にね、ちょっとね、皆さんも多分思うところがあると思うんですよ。青、夜演出。ラッキーさん走らない。何もないね。ことですね、おそらく。はい、アメリカビーバー。あ、重い。大丈夫かな？ちょっとね、スマホの容量がちょっと怪しいんでね。まあまあ、ちょっと重くなるかもしれないですけど。ほいほい。あ、それで、あれですね。なんか初心者の方も、まだ最近、あ、まあね、ハーフアニバーサリーもね、3月になるとありますし、まあ初心者の方もいらっしゃるみたいで、自分の動画ね、見てくださってる方も、ああ、やっぱフォトでしたね。
いるみたいなんでね、初心者の方からクロート向けまで参考になるね動画もねちょこちょこ上げていきたいなと思うんですけど、何分ね本当忙しくて時間が取れないんでね、なかなかね上げられないんですけど、動画の方が無茶に関しても挑戦したのが数回ですね。自分クリアできなかったんですけど、何回か挑戦してある程度ねパーティーの編成とかも考えてみたんですけど、何分ヒーラーもタンクのキャラも育ってなかったっていうのがあって、ちょっとね、まあ、でも結構削れたっちゃ削れたんですけど、なかなかねちょっと時間に余裕がなくて攻略できなかったんですけど、はい、ということでステップ6が来たので 1.6% で出ます。出るといいなあ、ないわ演出もない。まあね、こんなもんですね。ね、なんだろう、他に何か話すことあったかな、特にないかなまあね、今ね、リアルタイムでね、日本にもコロナウイルスとかなんか流行ってきてるんで、皆さんね気をつけてくださいね。まあインフルエンザの方もあるんで、まだね流行ってるのかな、インフルエンザの方も。自分もねちょっとインフルになって、1月かな、1月にはインフルかかってたんでね、まあね気をつけてるんですけど、ちょっとね風邪っぽいっていうのもあって気をつけなきゃなとは思ってるんですけど、うん、何も出ないね、うん、はいはいはい、行きましょう、サクサクっと。重い重い重いね。おい、お黒ね、いいね。最近星2キャラとか、星2キャラだけかな、星3キャラはまだあれかな、星なんだっけ、フォト枠埋まってるのいなかったかな。星2の、ね、やつで結構この何でしたっけかけらの方がね集まってきて、もう少しで星3のキャラ一枠ぐらい開けるぐらい溜まるのかな。何個でできるんだっけ、300だっけ、まだまだまだか、じゃあそろそろ200個ぐらい溜まるのかな確か。今日は演出ないね。夜演出一回あっただけで、あと何もないな。これジェーン迎えられるかな、ちょっと怪しいね。爆死のこれ道中一体も出なかったら、まあ、正直爆死みたいなもんなんですけどね。とつりたいんでね、できれば道中で一体出てほしい。出ないね、やっぱ確率ね低いんでね。まあね、今回本当は引く気なかったんですけど、いつも通り皇帝待ちなんで自分。でもジェーンの方がヒーラーだったんでね、これちょっとお迎えしといた方がいいなと思いましてね。ほんと今後のことを考えるとヒーラーもねだいぶ重要になってくるんで。あとね、確かクタクタ耐性がついてるんですよ。で味方にも獣ミラクルでクタクタ耐性つけれるのかな確か。なので何でしたっけ、そう結構ボスがクタクタにしてきてこっちミラクル打てないみたいな状況が多々あると思うんですよ。難易度が上がってくると、そういう時にもすごい役に立つ子なんだ、役に、ちょっとなんかカミカミで申し訳ないんですけど、役に立つ子なんで、ぜひねお迎えしときたいですね。あとね、属性がラブリーだったっていうのもあるんですけど、ハートのキャラが全然ね揃ってないんですよ。まあ育ってないし揃ってないそれでねぜひねお迎えしときたいなと思ったんで。はい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 、キタキツネ持ってればねよかったんですけどね、キタキツネ持ってないんでね自分。スナネコちゃんですね、基本的に。アタッカー、ラブリー属性のアタッカーはスナネコちゃん使ってますね。おい、タラダーン、おう、南コアリクイちゃん、はい、何もないこれ後で、ね、引きましょうね、星4の星4のやつ。はい、次ステップ9行きましょう。来い来い、何もない演出本当何もないな、ダメだな、爆死っぽいですね。これジェーン出ないかな、もしかしたらミミちゃん、ミミちゃんかな、どっちかな、
できればジェーンが欲しいんですけどね。道中は出ないな、この感じだと。まあでも今回から、今回からこんな感じになってくれるのかな。だったらめちゃくちゃ嬉しいんですけど。前までは初回だけだったんで、130がこんな感じでお得じゃなかったんでね、ステップ10まで回すのが。もしこの状態で毎回ステップアップ来るんだったらだいぶお得なんで、まあまあまだ許せるかなと。いやー、ラストですね、これでね。頼むから来てほしい、どっちかね。どっちかじゃない、ジェーンが来てほしいね。できればできればジェーンが欲しい。頼む、この10連にかける。ほら、お夜、あ跳ねた、めっちゃ。おっと来たか、どっちか来たかな、これ。うん、頼む。どっちか来たと思いたい。フォトじゃないことを祈ろう。さあ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 、何かな、来たか。うん、おお、ジェーンかわいいよ。よっしゃ。よし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 、やりました、来てくれた。これでね、あのチケット使ってとつれればもう最高ですね、もうね、大勝利。まあ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 、よかったよかった、ジェーン来たね、かわいいね。はいはい、一緒にパオパオしましょうね。はい、うん、よし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 、重いな、 OK、 これで終わりかな。うん、はじめまして、ジェンツーペンギンです。みんなからはジェーンって呼ばれてます。隊長さん、これからよろしくお願いしますね。はい、よろしくお願いします。やりましたね。はい、ということでこれでチケットの方を引いていきましょう。さあさあさあ、どっちかな、頼む、ジェーン来てくれ、かぶり、かぶってくれ、頼む。おっと。まさかのかぶらなかったけど、両方ゲットできたのは嬉しい。はい、ということで、いや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 、やりましたね、両方を迎えてきました、ありがとうございます。まあ、とつれなかったんですけど、まあ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 、うん、天才。ミミちゃんも天才ですからね。はい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 、これであのね、博士と助手を一緒にねセットで使うことも可能なんで楽しいですね。はい、ということで何でしたっけ、これね、チケットが多分あるんで、これかな。はい、これでまあまあ何か出るかな。どっちかな、フォトかな。お、フレンズだ。お、誰だ、おお、マジで。めちゃくちゃ嬉しいんだけど、タヌキめちゃくちゃ欲しかったからね。めちゃくちゃ嬉しいんだけど、重たい重たい。おお、やった、今回大勝利ですね、めちゃくちゃ嬉しい。あ、そうそう、タヌキはガイドミラナやってるんだよね。うん、はい、ガンガン頼ります。はい、ということで今日はねこの辺で終わりにしたいと思います。また近いうちにね動画撮りたいと思いますのでよろしくお願いします。では失礼いたします。では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 。